平和のダムは、大韓民国官温度予行軍、河川軍にかけて、北観光に位置するダムである。二次工事後の現在、長さは410メートル、高さは125メートルであり、最大貯水量は26億3000万トンである。北朝鮮の任民波ダム建設による水攻めと、洪水に対する予防及び、上水道供給のため、1987年2月に着工し、 1989年1月に一時完工した後、2002年から二時増築工事を行い、2005年10月に最終完工した。平常時には水をせき止めない観流ダムとして運用されている。1986年10月30日、理系高建設部長官は対北朝鮮声明文を発表し、北朝鮮に対して、 金剛山ダム建設計画を中止するよう求めた。金剛山ダムが北、観光を通じて9000ライン以南に流れ込む年間18億トンの水供給を遮断するとし、金剛山ダムを崩壊させ200億トンの水が下流に流れ込めば63ビルの半分まで水没させられるとし、北朝鮮はこれを利用して1988年、 ソウルオリンピックを妨害することができるというのが韓国政府側の話であった。11月26日、国防部、建設部、文化広報部、統一委員長官の合同談話文が発表され、平和のダムを建設する計画を明らかにした。総工事費は1700億ウォン、このうち約639億ウォンは6ヶ月間の国民からの寄付金が当てられた。 平和のダムは1987年2月28日に非公式を行い、1989年に第一次工事を完工した。しかし、1993年の監査後、混合山ダムの貯水量は多くても59.4億トンと分かり、ダムの脅威は誇張されたものであり、これに備えるため平和のダムの必要性も膨らまされたことが明らかになった。これを受け、 二次工事が一旦中止された。その後、2002年1月、北朝鮮が水攻めをしなくても、混合三ダムの安全に問題が発生しうるとの兆候が確認された。韓国政府は、同年5月、平和のダム二次増築工事を発表し、9月に工事着手、2005年10月19日に完工した。ダムの工事には、総税3995億ウォンが投じられた。 ありがとうございます。